はいどうも皆さんこんにちは本日もご覧いただきましてありがとうございます K です今日はレザーカービングの簡単なやり方をシェアしていきたいと思いますカットが終わっている状態であとは工具を入れていくという、まあ、工程をやっていきたいと思います使う工具はものすごくシンプルでベベルペアシェーダーベンナーあとカモフラージュであと真ん中に打つフラワーセンターですねこれだけの5種類になりますはい水はきをしたらベンナーを入れていきます ベンナーとカムフラージュを入れる際のポイントはあまり図案に対して大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズのものを選ぶというのがポイントになります大きすぎても刻印の主張がやたらと強くなっちゃいますし小さすぎても打ちミスにつながるのでちょうどいいサイズの刻印を等間隔にきれいに打ち込んでいくというのがポイントになります、はいえー、線のの左側のベンナー 打打つ作業が終わっったら次は右側にカモフラージュを打っていきますえ通常でしたらえベンナーであろうがカムフラージュであろうが、まあ、左右ですねあのどちらも下から上に打っていくんですが自分の場合は右側を打つ時に上から下に降りてくるようにして打つ癖があるんですがこれはあの自分のやり方なので、えー、と普通は下から上に、まあ、左右ともベンナーであろうがカムフラージュであろうが打っていくというのが 通常のやり方になります。はいえ、ベンナーとカムフラージュを打ち終わりましたら、次はフラワーセンターを打っていきます。えー、この部分にフラワーセンターではなくてシーダーというちっちゃい種みたいな感じのあの刻印があるんですけど、その刻印をどん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 打っていくっていう、えー、やり方もあるんですが、今回はフラワーセンターで簡単に終わらせたいと思います。 はい、次はベ,ベルで輪郭を打っていきます、えー、今回はですね、えー、結構カットしてますけどベベルって輪郭を整えたり、まああのー、本当に奥が深い作業なんでこの辺りは後で、えー、詳しく解説していきたいと思います、まあ、輪郭を打ったらこんな感じでひとまず出来上がりましたここで一度水はけをして次の作業に移っていきます、はい、次はペアシェーダーダで 鼻の部分に影を作っていきますペアシェーダーを打つときのポイントなんですが上から下にですね移動させていくときに、えー、徐々にですね力を抜いて抑揚をつけた線にしていくと綺麗にできます同じ力で上から下までですねペアシェーダーを使って影をつけてしまうと単調な一本の線になってしまうので上からですねどん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 力を抜いて最後はすっと力を抜いて 完成させると綺麗な影に出来上がりますそうしましたら最後にデコレーションカットで仕上げに入っていきますここで研磨剤とオイルを染み込ませたスティックでスーベルカッターを研いでいるんですけどもこれが結構重要になりますというのもスーベルカッターを使うたびに皮に含まれている渋とかそういった成分がカッターに付着して切れ味がどんどんんどんどん悪くなってきてしまいます そこでですねオイルと研磨剤に入っているスティックを使うことによって研磨することによってそれをクリアにして切れ味のいい状態で滑る方を使っていくことができますなのでこれは結構重要なポイントです、はい、ではここで完成になりますえ今日はですねポイントをかいつまんで短い動画にさせていただいたんですけれどもいかがだったでしょうか カービングというとですね、難しいイメージがあるかもしれないんですけども、案外ですね、少ない工具でできるものだったりもあるので、簡単な図案からまず始めてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日のシェアになります。どうもありがとうございました。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録はまだの方は、下の赤いボタンからワンクリックでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。